言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はマーゼルの話になるんですが、ちょっとさっきコメントいただいたばっかりのことに関して、アフターシックスジャンクション TBS ラジオの方で海流くん、龍樹くん、英樹くんがスタジオライブをしていたって話ですね。で、こちらについては実はアフターシックスジャンクションのラジオに出るって話は以前の動画でさせていただいていまして、もちろんね、聞かせてもらう予定ではありました。で、そうですね、こちらはその歌丸さんっていうね、ラッパーの人がずっとやっていて、私この番組は以前の番組ウィークエンドシャッフルの時から時々聞かせてもらっているといいますか、そういう番組なので、そちらにね、マーゼルが出るというのは嬉しいということで、で、補足としてスカイハイもこのね、ラジオでライブをしたこともありましたし、非常にこう、なんていうか、歌丸っていう人はラッパーの、日本のラッパー業界、ヒップホップ業界として不良バイブスではない方の文学的な方のラップヒップホップの方で本当に一番重要人物と言ってもいいぐらい、 なお皆さんも知ってると思うスチャダラパーというね、ラップグループいますが、まあ、彼らとほぼ同期ですね。はい、まあ、昔のエピソードなので、スチャダラが先に売れちゃったりして当時は嫉妬したりなんかもしてたみたいな感じのことを、ただ嫉妬して悪なんか悪いとこ見つけてやろうと思ったら何にも悪いとこはねえんだってね、そんな話もしてましたがね、まあ当時のエピソードで今はね仲良しですよっていうところもありまして、なので、まあ、まずそちらの話があるんで、まあそうですね、海流くんのソロもありましたということで、そちらもね、先ほど X で見ましたんで聞いております。というわけで、マーゼルに関してまずそちらの話をさせていただきました。ラジコプレミアムかラジコで、 TBS ラジオなのでラジコで聞ける可能性ありますね。アフターシックスジャンクションですね。で、今回は歌丸さんはお休みで、工藤大輝さんが確か MC で代打で出ていらっしゃったような感じの話も聞いた気がするんで、ぜひそちらの方もね、合わせてっていう感じで、よろしくお願いできればと思います。で、TBS アナウンサーの熊崎さんという方が、それに関して歌唱力半端じゃないですわ、レベルが違うってこういうことみたいな感じで、非常にこう感銘を受けております。はい。まあ良かったですね、本当にね。で、マーゼルのスペシャルライブを聴こうみたいな感じで、Came to Dance、アイスで玉置浩二さんのメロディーを海流くんのソロで披露したという形でございます。一応ツイッターの方 X の方でいいねリポストをしておきましたが、ラジコでここで聞けるよみたいな感じでラジコにも貼ってありますので、まあそういうところも含めてですね、個人的にはね、歌丸さんとも会ってほしかったなっていうところはちょっとあったりする。はい、まあスカイハイの話なんかももろもろ聞いたりなんかして、でも今回あれですね、海流くんと龍樹くんと英樹くんだから、そうですね、龍樹くんのラップについて歌丸さんの意見だけ聞きたいなと思った。日本語ラップで本当に歌丸っていう人は切っても切れない人で、韻の踏み方とかで、同じ韻の踏み方でもうワンパスずっとやっちゃうみたいな、そういうとてつもないテクニック持ってる人なんで、龍樹くんも日本語が綺麗なラップなんでね、そことは聞きたかったなって感じがする。もちろんね、工藤大輝さんがいてくれて、まあ海流くんにとっては雑草の時からもそうだし、なんかその辺も含めてね、まあダイスはねお兄ちゃんグループだし、もろもろやっぱりいいんですけど、あ、工藤さんと歌丸さん一緒に来ればいいんだよなまあ無茶なこと言ってますけど。で、NHK ミュージックの方のツイッター、X であるんですが、ミュージックラインですね、難波しじほさんがやってらっしゃるやつが4月8日から4月12日までなんと BMSG ウィークと言ってもいいぐらいなところで、マーゼルも含めて、なんと1週間ずっと BMSG がジャックします。まあ NHK は BMSG がジャックみたいな感じで言ってもいいんじゃないかなっていうね。4月8日月曜日スカイハイが出ます。4月9日火曜日マーゼルから海流くん、直也くん、隼人くんが出ます。4月10日水曜日マーゼルから拓人くん、聖斗くん、龍樹くんが出ます。4月11日木曜日マーゼルからランくん、英樹くんが出ます。4月12日金曜日エディーボーイ君が出ます。素晴らしい。はい、 NHKFM ということでね、こちら素晴らしいと思います素晴らしいしか言ってないわ。いや、これすごいですよね。とにかくマーゼルね、結構テレビとかラジオとか、テレビもそう、地方テレビが多いですけど、結構コメントで出たりとか、そういう情報をたくさんもらっております。はい、まあそんな感じで非常に楽しみだったりするし、難波志保さんのトークがね、非常にこれもとても良いっていうところもあるんですよね。
あのミュージックラインに関しては最初に出たのは BE:FIRST か I'll the Show太くんがどっちかだったと思うんですが、あのスカイハイの後で言うとね、あのまあもともと JO1 とかが出た回とか聞いておりまして、昔にその時にこのナンパ志保っていう方の言葉選びとかトークむちゃくちゃ面白いなっていう、声も良いしね、はい、落ち着いていてっていうところもあるんで、そこがあって楽しみだったんで、そこからね、あの非常にいい感じですね。あ、あ、コメントでありますね、南波さんのおっとり優しい語り口が好きですとかですね、ベスティミューズの方にも南波志保さんのあのトークがご好評のようで、なんか嬉しいなって思ったりいたします。で、そのマーゼルがね、やはり成功することで BMSG が本物になれるっていうのは、確かスカイハイがミッションミッションかな、何かで言っていた言葉だったと思うんですけれども、まあよくね、特に初期の方の BMSG が比べられたのが、今でもおそらくそうだと思うけど、まあ当時のビッグヒットミュージック、現在ハイブですけど、まあつまりその BTS の事務所ですね。皆さんもね、ご案内の方、ご存知の方今多いと思いますが、まあその BTS の事務所、パン・シヒョク代表は、もともと NiziU のプロデューサー、JY パークさんのところで、そこで働いておりましたけれども、独立して自分で事務所を建てたと。でもまあとにかく最初はね、小さい事務所でもあって、番組とかにパン代表が自分で行って土下座する勢いで行ったけど、結局出してもらえなかったりとか、 BTS のメンバーもまあ向こうは一緒に住むっていうのは基本なので、7人でもう本当に小さいアパートでみんなで共同生活をしていたっていうところもあったりとか、でその流れもあって、でも BTS が成功したけど BTS だけではっていうところだったところがあり、でその後ね、いろんなグループが出てきて、今はねまあファンド化してはおりますが、女子グループもいる感じになっているところではありますね。そうだから、そのまずはその BE:FIRST、まあ、アイル・ザ・ショータ、ノベル・コア、エディ・ボーイ、レイコ、まあそんな感じで、エディ・ボーイくんなんかもね、かなりバズり倒していて、最近では単独でフェスもガンガン出ておりまして、またすごくね、いい感じだと思いますし、なんかね、でもその以前ね、聞いた話もあるけど、なんかこう流れとしては、やっぱり BMSG はすごく運がいいなとは思います。うん、っていうこともありつつだし、でしかもなんかね、非常にこう、まあ、ハイブジャパンもそうだし、2B もそうだし、いい意味でのライバルがたくさんいるっていうところもあるんで、まあ、そこも含めてですかね。でもその中でやっぱりマーゼル重要だなっていうふうに改めて思いますね。BE:FIRST でこうね、取り込めない形のファン層も取り込んでいくっていう部分とかもそうだし、 K-POP好きな人たちとかにも多分ね、 BE:FIRST よりはマーゼルの方が K-POP 好きには刺さりそうだなっていう、楽曲の形もそうだし、ビジュアルもそうだし、多分そうなんじゃないかなって気がしますね。うん、なんかそういう形、 BE:FIRST でも龍平くんなんかは多分 K-POP 好きには刺さりそうなんですけどね。うん、まあマーゼルは まあ結構みんなビジュアル的にもそんなところが多かったりする気がするし、うん、まあ、そんな中でね、まあいろいろなことが今後もあると思うんですけど、やっぱり重要だなと思います。ただ実際そのマーベルとの、まあ、コラボでのグッズを出したりとか、今回のね、トピックとしても NHK ミュージックの方で1週間 BMSG 祭りっていう部分もありつつ、その中でマーゼルが3日間占めますからね、はい、っていうこともあるし、あとはやはりこうアフターシックスジャンクション、これはその私がそのサブカルチャーとかヒップホップが好きな人間なんで、アフターシックスジャンクションはそれこそサブカルチャーとヒップホップの番組なんでしてね、うん、だからそこにマーゼルのメンバーが、まあカイリュウくん、エイキくん、リュウキくんかな、それで行くっていう形でライブもしたっていうところだったりするから、まあやっぱりすごくいいことだなって思います。はい、もうとにかくね、いろいろ球数をガンガン打っていて、何かしらでも絶対に当たりますから、まあ、そこまでね、まあ、私もそうだし、コメントでもいただいたけど、私も毎回ってわけになかなかいかないんですけど、協力させていただきますので、皆さんもぜひ彼らをスターダムに押し上げていきましょう。あと一歩、あと一歩だと思います。はい、もういいところに来てます、そう考えます。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、マシカドの語り部グランパンパースでした。
はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。4月入りましてね、出会いの季節などと言われますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、情報を発信していくという形の中で、自覚も湧いてまいりまして、良い情報を発信できるという自負とプライドも最近はあります。その上で新規の方がたくさん来ていただきますので、登録者数が多い方が説得力がありまして、皆さん来やすいという事情もございます。で、その上でボーイズグループを J-POP を世界にという形の立場やらせていただいております。YouTube の登録は無料でございますし、登録したところで変なサイトに誘導されたりそういうことはございません。外した時も私に通知が来ることは一切ございませんので、ご安心ください。なので、まだ登録されていない方、そして一度外された方も、もしお気がかかりましたら、ぜひ登録をお願いします。すでに登録をしていただいている方はありがとうございます。では、引き続き頑張ってまいります。では、また。